こんにちは、モフリココとパピネンです。実はですね、我が家のこの小桜インコパピネンは、この可愛い見た目と全く違って、ものすごい凶暴なこれやつです。なんだ、待てん。で、どういうところが凶暴なのかというと、気に入らないとすぐに噛みつきます。しかもその噛みつき方がですね、もうすっぽん小桜と言っても、いいほどでね、もう噛みついたら離しません。もうね、痛いのなんかね、通り越してますよ。ほんでですね、噛まれた後はもう穴開いて血がもうダラダラと流れ出ます。過去にですね、何羽かこういうインコを飼いましたが、こんだけ流血するような噛み方するインコはね、もうこのパピネンがもうほんま初めてです。そういうわけで、私はこのパピネンを11年間素手で触ったことがないです。そんな凶暴インコなのでね、これ付き合い方にもちょっとしたコツがあります。例えばですね、普通のインコはまあこんな風にこう指出したら乗りますね。かわいいですね。しかし凶暴インコのこのパピネンの、場合はここでちょっとした、ポイントがあります。まず、こんな風に指出して乗らずにじっと指を見よったらね、指はこれすぐ引きます。ではちょっとやりますよ。こんな感じです。はい、パピネー。はい、今の見ていただいてわかるかなと思うんですが、時間的には 1,2 この3で引きます。3で引かな噛みつきます。こんな凶暴インコとの、暮らし方、これからもこんな風にお届けしたいと思います。では皆さん、また次回お会いいたしましょう。あー怖い。あ、もう絶対乗らへんわ。あー、もう絶対噛みつく。おいで、パピネー。あー怖っ、あー怖っ。